ナフタリ・ヘルツ・インベルは、ハシディズム系ユダヤ人の詩人にしてシオニストであり、現代イスラエル国家における国家であるハティクバの作詞者。インベルは、1856年、オーストリア帝国東部ガリツヤにある都市、ズーウチュフでハシディズム系ユダヤ人の家庭にて、生誕した。インベルは、幼少期より、伝統的かつタルムードによる教育を受けていた。やがて、 彼は10歳の頃よりいささかながら、詩を書き始めた。後年、オーストリア帝国により、ブコビナが併合されたことを記念する100周年、記念祭において発表した詩を称賛され、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世より賞を授与された。その若き日の彼は、たびたび、ルーマニア、ハンガリー及び、セルビアなどを精力的に旅行をしていた。1882年、 インベルは、パレスチナに赴き、クリスチャンにしてかつ熱狂的なシオニストでもあった、イギリスのサーロ・ローレンス・オリファントの下で秘書を務めた。1886年のエルサレムにおいて、1877年に、ルーマニアのモルダビア地方にある都市や市時代において、作られた詩である、ティック・バティーヌを含む彼の書情作となる、モーニングスターと題した詩集を公に発表した。 この詩集の中の一つであるティックバティーヌはやがてシオニストにより称賛され後にイスラエル国家における国家に採用された。1887年にインベルはヨーロッパに帰還を果たしやがてロンドンに住み着いた。彼は行き着く間もなく再び東方への旅路に出た。行き先はインドのボンベイであった。1892年彼は アメリカ合衆国へ向け事実上最後の旅に出た。インベルは、一時ではあったが、合衆国において結婚した。彼は、常日頃から平米とバッカスを心より敬愛していた。1900年に、ニューヨークで後編となる詩集を発表した。インベルは、ウマルハイアームの作品を、ヘブライ語に、ヘブライ文学を英語に、おのおの翻訳する作業に没頭した。しかし、 生活は窮乏そのものであった。かくて彼は1909年に重度のアルコール中毒により孤独のうちにニューヨークにて隠しした。遺体は1953年にイスラエルの大地に埋葬された。ありがとうございます。